え、うまこれ。初めて食べる味だこれ。初めて食べる味。なまらんまいめさ。すごいね。いや全然やまない。あれでしょ。すごいあれでしょ。でしょ。いや松浦さんですよ。いやいやいや、ゾンビじゃん。いやいやいや、言っちゃった。あの雨音。いやいや、ちょっと待って、俺この…いやいや、もう始まってますよ。あ、すいませんすいません、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 せーの、はい、始まりました新お店レディということですね、はい、今日は北海道蝦夷酒場ひんなひんなさんにお邪魔しております。で、店長の佐々木さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、はい、あの聞いたことあるひんなひんなっていう、そうそうそう、お店の名前なんですけど、はい、どういった意味があるんですか。もともとアイヌの言葉なんですけれども、はい、ひんなっていうのは感謝の意味合いがあって、それを2回続けることによって本当にありがとうとか、はい、すごく感謝してますっていう意味合いがありますね。サンキューとベリーサンキューみたいな。確かに。なるほど、ありがとうありがとうって2回言ってるわけじゃなくて最上級みたいな意味なんですね、はい、勉強になるね。そうですね、アイヌ語ですもん ね。なんか北海道のお店を始めようと思ったきっかけはあるんですか。はい、僕ら夫婦で営業をしてるんですけれども、北海道のことが大好きで、あとやっぱりこっちに来るにあたって北海道っていうのは、まあ、一つの武器になるかなっていうちょっといやらしい話ですけれども、それで北海道の料理を始めました。確かに、もうな、北海道って書いて美味しそうって読めるもんね。読めます。読めるでしょ。しかも埼玉県民はもう海に飢えてる。確かにね。北海道なんて憧れの憧れですよ ね。なんか海のものも美味しそうだし、山のものもさ、しっかりさ、はい、美味しそうだし、確かに武器になりますね、うん。結構お店の方は始められて長いんですか。そろそろ3年目に、はい、突入します。あ、なるほど。じゃあ全然でも結構地元にね、はい、根付いてねっていう感じですね。その北海道のお料理をこの、まあ、私たち狭山ケーブルですけど、はい、入間市で出そうと思ってきっかけはあったんですか。きっかけはちょっと僕の兄が、それこそ狭山市に住んでまして、あ、そうですね、その縁があってちょっとこっちの方に引っ越して、はい、お店を開くことができましたね。でもちょっと今の流れちょっとおかしくない？ちょっと入間に今聞いた？狭山市にいてお兄さんがだよね、はい、で狭山市でやりましたならわかるよ。なんで入間？ちょっとジェラシーみたいなね。ありますね。店内のことで聞きたいんですけど、はい、こっちの座敷のお席の壁にすごい塗り絵がたくさん貼ってあるのが、はい、最初にすごい気になったんですけど、はい、こちらは？こちらはですね、近所のお子様とか、あとはお客様で家族連れでも楽しめるような居酒屋をコンセプトでやってるので、その子たちが一生懸命描いてくれた塗り絵たちとか、そういうですね、そういったものを全部飾ってます。ちゃんとね、子供連れてきても安心して、飲めるっていうのはすごくいいですよね。そうですね、お客様はやっぱりそこがすごい喜ばれてるところなので、はい、やってよかったなと思いますね。お子様もまあ多分あれだよね、オレンジジュースとか飲みながら、はい、大人はこっちでビールとか飲んじゃうわけでしょ。そうですね。なんか今日なんかすごくテンション的になんかお酒居酒屋でちょっと上がってない。大丈夫？ちょっと大丈夫です、ね。まだ勤務中だからね。はいはい、そうです。まだ勤務中。仕事中。はい。で、まあいろいろお話聞いたんですけど、やっぱり私たち食べるのが大好きで、今日も美味しいお料理お出しいただけるということでご準備していただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。楽しみですな。楽しみですね。ね、ここどこだって？北海道です。ここも北海道。もう今日は北海道。入間市じゃない。北海道。お待たせいたしました。はい、ひんなひんなサラダです。いやー、ひんなひんなサラダ。サラダ。え、でもちょっとね。ラーメン。ラーメン。麺が入ってるね。北海道での居酒屋とかでは大体メニューとしてある本当に定番のサラダですね。
こっちで行くでしょ、はい、居酒屋。居酒屋行きます。ラーメン入ってるサラダとかってある？ない。でも確かに、ね、サラダだからお野菜とか入ってるんですけど、はい、麺。麺と一緒に。あるのかね、初めて食べる。いただきます。うまっ。音がラーメン食べてるだけだ。確かに。サラダ食べる音じゃないですよね。ズビズビって言って、はい、いやでもね。ごまの、はい、ごまだれですよね。そうですね。あとこの麺が美味しいの、すごくもちもちして。さすがやっぱり入間の麺。はい、さすが入間の麺美味しいなと思うんですけど、はい、ね、佐々木さん。それがですね、はい、この麺も北海道の、はい、家庭でよく使われてるメジャーな麺をですね、はいはい、使ってますので。かあ、やられましたね。麺まで北海道。さあ、この料理が北海道で出されてるだけじゃなくて、ちゃんと素材も北海道を作ってるって。こだわりが。はい。分かった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 。どうぞ。こんな合うんだ、野菜と麺で、ね。合うよね。合います。初めて。でもいいですね、このごまだれが、ね、麺にちゃんと絡んで。結構皆さん前菜みたいな感じで頼むんですか、最初みたいな。そうですね、お客様でもやっぱり頼まれる方は多いですね、うん、これ普通に夏だったら普通にランチで、確かに普通の主食としてね、うん、全然いけるよね、これだけで。そうですね、いけます、いけるいける、ヘルシーだしさ。ヘルシー。これ北海道の麺だから、はい、カロリーもだいぶ低いよ、きっと。え、そうなんですか。北海道カロリー低いよ。そうなんですよ。低いかもしれない。関係あります。こちら鮭のちゃんちゃん焼きです。やばいです。いい感じです。香り、鮭の香ばしさ、うん、あとはこの野菜の甘みっていうんですかね、うん、あとこの芳醇なバターの香り、はいはい、ちゃんちゃんってどういう意味なんですか。食べるときにこう、はい、野菜と魚を混ぜるんですけれども、その時の音がちゃん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 っていう、はい、このまま食べるんじゃないんですね。そうです、本当によく混ぜて崩しちゃう。ふわふわなの崩しちゃうの、ちょっともったいない。ちゃんちゃん音が聞こえないんですけど、また。佐々木さん、もっと豪快ですよね。もっと豪快に言っちゃって大丈夫ですね。豪快に、こういう感じですかね。そうですね。そういうことですよ。そういうことですね、はい、こんな感じで大丈夫でしょう、はい、もちろんあの鮭は入間の鮭っていうことで、鮭は北海道の鮭です。かー、どうしても入間の香りがすごくいいんですよね。あのね、初めて食べる味だこれ。初めて食べる味、初めて食べる味だわ。わ、すげえ感動。甘みがありますね。甘いですね、はい、ですよね、はい、なんか見た目はなんかちょっと言い方あれですけど、ちょっと野菜炒め的なさ、うん、はいはいはい、ちょっとイメージでいただくよ。イメージはそんな感じですよね。いきます。うん、初めて食べたわ。そう、完全に、まあ、あれでしょ、使おうと思ってたでしょ。いやいやいや、いや本当に、いや嘘だろうとか思いながらも、あ、でも確かに、うん、結構なんとか 甘さがすごく、なんつうんだろう、この鮭の甘さとすごくマッチして、うん、野菜の甘みとマッチして、これお子さんとかもすごく好きそうじゃないですか。そうですね、人気ですね。ですよね、うん、はい、美味しいね。これ甘いけど、これ、うん、米も欲しくなっちゃうのこれ。なるね。あ、でも石田さんはこれやっぱあれでしょ、これに合うって言ったら何、何ビールですよ。ビール、うん、俺は米。米いつもここは分かれるんですよ、米とビール。そう、このパターンで、ね、このパターン。いやー、もう全部北海道だね。北海道ですね。いやもう次も楽しみ、次が楽しみです。もう、ね、お待たせいたしました。こちらはジンギスカンですね。肉です。肉最後。うわ、もうシンプルイズベストだよね、うん、しかも北海道といえば、はい、ジンギスカン。佐々木さん、はい、私ジンギスカン初めて。あ、初めてですか。食べたことなくて、はい、ごめんなさい、恥ずかしい質問かもしれないですけど、何のお肉なんでしょうか。あ、羊ですね。羊、はい、松原さん食べたこと、はい、あるございます。初めて。どんな特徴があるんですか。ジンギスカンやっぱりこっちの方だと、はい、
その臭みがあるとかそういったイメージはなんか結構持たれてるとは思うんですけれども、今のジンギスカンは全然臭くもなんともないので。だってこれあのイルマのお肉だから。全然北海道ですよね。北海道から。北海道から来たお肉ですよね。はい。もううまそうだ。もううまそうだ。いただきます。うまこれ。初体験。あ、噛めば噛むほど初めての味になっていく。でもめちゃくちゃ柔らかいし、あの臭みがあるって言われる方多分わかるんですけど、でもこれが多分この羊肉の特徴なんだなっていうので、本当に美味しい。これがジンギスカンか。美味しいですよ。なるほど。めっちゃ美味しい。じゃあちょっと経験者の私いただいてよろしいですか。はい。私はね、まあある程度お味知ってるので野菜と一緒にこの肉汁がたまった。いただきます。いただきます。経験者だ。佐々木さん、はい。私結構ジンギスカンいただいたことあるんですが、さすがですね。ありがとうございます。いやー、本当美味しい。あの正直私その臭みが強いのも経験したことあるんですよ。はい、硬くてなんか独特のなんかあるじゃないですか。そうですね。全くない。甘みさえ感じるし、あとこのタレめちゃめちゃ美味しいし、佐々木さんごめんなさい、これこそ米ですわ。で白米と一緒に。うわ、いただきます。追い込めした方がいいんじゃないですか。いらない。うもう普通に食事してる人じゃないですか。言葉はいらないです。マジうま。いや本当美味しかったね。美味しかったです。初めてのねジンギスカンもね、はい、本当に。ということで、はい、じゃあ石田さん今日のサップお願いします。はい、発表します。北海道にひんなひんな、佐々木さんにひんなひんなひんなです。うわちょっとごめんなさい、マジで今回はちょっとまあお店の名前さっき聞いたじゃないですか、うん、最初にありがとうね。はい、で最上級、最上級で、うん、もう本当にまあ初めてのジンギスカンも、うん、ちゃんちゃん焼きも、うん、サラダも、うん、全部北海道に行った気持ちになったじゃないですか、うん、でもここ埼玉じゃん、うん、もう佐々木さんに最上級のありがとうじゃ足りないなって思って、だからもう一個ちょっと足してみました。はい、ありがとうございます。佐々木さんご満足いただけましたでしょうか。ありがとうございます。よかったね。優しいね、はい、でも本当に美味しかった。佐々木さん今日は本当にごちそうさまでした。どうもありがとうございました。リンダ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 だからね。リンダ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 3つですから。めちゃめちゃ美味しそうですけど。楽しみ。いやただみんな撤収してますか。え？いやいやじゃない。いやせっかくね蝦夷酒場なのにお酒をいただかずに帰れるわけがないじゃないですか。確かにそうな。で佐々木さんこれこちらは鶏わさ？鶏わさです。この上に乗ってる白いのが北海道産の山わさび。山わさび、わさびって緑色じゃないんですね。白いです。めっちゃうまい。え、全然いける。え、うまっ。うん、うん、辛いけど。あ、辛い。ビールに合う。手数こっち足す、足す。もうこれ、あれ、完全に。いや本当にとっても美味しかったです。もう今度は本当にプライベートで普通に飲みに来るし全部食べます。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。